ジグザグ編みで輪編みをするとき、立ち上がり部分の段差が目立たなくなる編み方を考案しました。従来の編み方では、このような段差ができます。一方改良した編み方では、立ち上がりの位置が見分けにくくなっています。どのように編むか解説しましょう。今までの立ち上がりの編み方は、 段の最後で糸を引き出し鎖を1目編み針を向こうへ回してジグザグの1目目という手順でした改良版では鎖の編み方が異なります。糸を引き出し、 針を手前に回して鎖を編みます。そして針を向こうへ回して一目目へ。これだけで OK です。立ち上がりの鎖を編むとき、針を手前に回してから編むだけですね。ジグザグの鎖編みで作り目をして一段目を編むときも同じようにします。ジグザグの鎖を編んで、針を手前に回して、 立ち上がりの鎖編みを1目。針を向こうへ回してジグザグ編みの1目め。平編みの場合でも1段目の最初は改良版の編み方にします。その方が手順が共通化されて分かりやすいからです。平編みの2段目以降の立ち上がりはこれまでと同じ編み方で問題ありません。 以上、ジグザグ編みの輪編みで段差が目立たなくなる編み方でした。今後は基本的にこの編み方を使っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。